はい、皆さんこんにちは。トライクルのタムチンです。メカニックのノリです。はい、やっとですね、トライクル苦節3ヶ月やっとの思いで、オープン、前日を迎えました。はい、この動画が公開されてるのはちょっと分かんないですけど、とりあえず今、5月の30日でございます。はい、今日はですね、私たちトライクルのお店の中をちょっとね紹介していこうかなと思いますというわけで、ちょっとお店の中行ってみましょうか。ちなみに今ここはね、多摩川河川敷でございます。多摩川サイクリングロードですね。はい、なので多摩川サイクリングロードから直結でお店の中に入れるんでね、サイクリングがてら寄っていただければなと思います。というわけでちょっと店の中行ってみますか。はい行きましょう。いやまだオープンじゃないけどね。みんな入ってきちゃいけないんで。はい、ここが、トライクルはですね、旧小学校をリノベーションして、本当みんながね知っているような小学校の1階の一室が本当に自転車屋さんになってるんです。はい。はい、見ていただければ分かるんですけど、ね、校庭です。ちょっと見て。いや、校舎もう学校ですね。はい、もうこんな感じで小学校なんです。だからここでね、いろんなイベントとかねやりたいですね。そうですね、うん、何でもできるっしょ。何でもできます、本当に。さあ、正面玄関スーッて来たところですね、見えてくるのは洗車場でございます。はい、ここは本当に、なんだろう、普通に皆さんの自転車洗車する場所になっているので、本当にサイクリングしてきてね、汚れた自転車バーって洗えるようになります。バシャバシャ切れてます。ここはね、ちょっとまだ未完成なところは結構多いんですけど、カウンターでございます。こんな感じで瓶コーラとか置いてたりするんで、そう。お疲れ様です。じゃあちょっと店内行きましょうか。どうですか、ポイントございます。トライクルのポイントですか。トライクルのポイントいやいやいや、もう一個一個説明してるんで、まあ、洗車もそうだし、何でもできる。洗車もあって、もうちょっと寄ってもうあってコーラも飲めちゃうしそうそうね、さらにそこから、はい、じゃあここが入り口ですね。自転車屋始めましたっていう看板を入っていくと、ここが本当に廊下ですね。はい、走っちゃダメです、はい、廊下は走らないで、このオープンのところ入っていくとこんな感じ。お店こんな感じになっております。はい、本当に、小学校の教室の一室を DIY してリノベーションしてくれちゃって、はい、こんな感じで中央にはゆったりくつろげるがあるんで、ここで、メカニックのりさんにね、はい、こう、そうですね、ここで皆さんの自転車をしっかりといろいろメンテナンスさせてもらっておりますので、その間ゆっくりお待ちいただいてはい、こっちでこの
ここでねコーラとかコーヒーとか出すので、なのでこれチョコレートとかね、はい。で、あとはこっち側商品棚です。まあ、ここはほぼ全て中古品の委託販売のパーツですね。お客さんが、一つ一つこれ売ってくださいって言って、持ってきた商品に値段をつけて置かせていただいております。はい、見てこれホイールとかもあるし、フレームもたくさん、フレームもたくさんあるし、そしてここ、はい、ここがですね GD ローラーコーナーになっております。はい、ここで、ローラーしたりとかズイフトしたりとかですね。はい、まあ、フィッティングもできますよ。そう、フィッティングもねアクティブアイクライトっていうフィッティングもやっております。はい、はい、そう、あとはここでねギター弾けたりします練習中ですこんな感じでトライクル6月1日オープンでございますので、みんなね、ただ、まあ、コロナウイルスの影響まだまだございますんで、もちろん消毒液だとか、まあ、ソーシャルディスタンスとか、まあ、あまり密にならないような工夫をしながらオープンしたいと思いますんで、はい、ぜひ来てちょ、待ってます。というわけで、トライクルの店舗紹介でした。またね。